焼きも結構残ってるな。帽子焼きだってなかなかしぶといぜ。どの国に所属しているかはどうでもいい。重要なのは我々は戦うべき相手を知っているという点だ。違うか？そうだ。そしてここにいる者は分かっているはずだ。誰についていけばいいかを。作戦を開始する。前儀、トリガーに続け。了解。了解した。了解。軌道エレベーターには放送、通信機能がある。通信インフラがダウンした今、広範囲にデータを送れる唯一の施設だ。 UAV はその電力の復旧を待ってるんだ。賢い野郎だな。コールリーダーよりロングシャッター、飛行方向に UAV を確認。前儀、スコール隊に合流。距離囲んで落とせ。スライダー3、了解。行くぞ、風船。見えか。 UAV が動きを変えた。早いぞ。火器、注意しろ。現役行動に入れ。
最新情報をデータリンクで不便をかける。ガキ、自分の目で確認を頼む。誰が撃ち落とせるんだよ、そんな機体。しかもそれが空中から何機でも撃とうとする。ミサイル発射、とどめだ。ストライダー1、ロックオン。ロックした、落としてやる。トンネルの先は軌道エレベーターだ。トリガー、トンネルに入って無人機を追うんだ。それしかない。だがどこから出る？軌道エレベーターの真下の空間で引き返せる。それでも無謀すぎる。どこへ行くんだカウント。みんなトリガーを頼りすぎるんだよ。まさか、おい無茶だカウント。おいおい、その無茶をやらせようとしてるんだろう。トリガーに奴は特別だ。俺だってこの大バカ野郎。心配するな、俺は前行った舞台で学んだんだ。トリガーについていけば生き残れってな。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、2機とも無事だな。どういう理屈でそうなるんだ。時間がない、無線はすぐに聞こえなくなる。無人機によるデータ転送にはわずかな時間しかかからない。できればその前に破壊するんだ。いたの、UAV 発見。ついに姿を現したな。そう。
いてる。行け、お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試みる。行くんだ、外の連中が待ってる。もう少し燃料を減らしてからにしたかったが、仕方ねえ、着陸する。正直望みは薄いがな。よし、着陸する。ダメか、もう少し、もう少し。トリガーたちはまだ脱出してないのか。救出部隊を送るべきじゃないか。諦めるな、待つんだ。聞こえますか、みんなが待っています。暗い世界には灯火が必要です。ライダー1をレーダーに確認した。さすがだよトリガー。